一部は、民進党の熊本地震と大阪維新の足立議員の発言で、二部は、大阪府知事の民主党に対する発言です。その他ありますか？はい、どうぞ。西日新聞の池と申しますけれども、あの熊本の地震になりますが、あの松本副大臣、地震対策本部長だった松本副大臣が、あのテレビ会見の場で、あの自らの分も含めた、まあ、食料の差し入れを求めたんですけど、この行動の行為ですが、ぜひについては、経験のない人を現地対策本部長に送って、結果的に被災者や熊本県にご迷惑をかけただけだと思いますから、そういう人間を派遣した人選ミスだと思いますね。我々の時も本当に大変だったんですけど、我々は実は私自身も石巻の人間だから、被災地にやっぱり派遣する時というのは、そういう地元よく分かって、地元の皆さんもこの人ならばっていう人をやっぱり派遣すべきであって、まして震災や危機対応の経験のない若い自民党の議員が行ったって、なかなかそう簡単なことじゃないんじゃないですか。どうも聞いてると、そういう点では熊本県庁の皆さんもそうですし、政府の窓口としては不適切な人材だったんじゃないかと思いますよね。起こって最初の1週間とても重要だからね。その時にそんなことを今振り返って批判されるようなこと自体がやっぱり情けないと思いますね。どうもありますか。はい、どうぞ。まあ、この議員は再三そういうことをやってるんで、大阪維新という政党がまずそういう言動をどう判断するかじゃないですか。懲罰にかけてますんで、その取り扱いについても真剣に来週はやらないといけないと思ってますが、まず所属している政党がきちっとそのことを大変申し訳ないとか、いやそれはそんなことやるのは当たり前だとどう思うかが問題なんで、その判断を待ちたいと思いますけども、それはそれとして、常識的な対応をちゃんとなさった方がいいかなと思いますね。片山さん以下、このところの言動は目に余りますんで、これ以外のことも含めて常識のない政党だと思われるのは損じゃないですかと思いますよ。よろしいですか。はい、幹事長の方に、不適切というかね、侮辱に当たるような発言を慎むようにと、いうことで、幹事長から、言ってもらうように、注意してもらうように言いましたけど、人に向かってバカやアホや言うたらね、これはもうね、ダメですよ。もうアホ言うもんがアホやと言い返されます。ただ民進党がやってるのはね、本当にバカなことを言わはるなとか、バカなことをされてるなというのは思いますよ。TPP のね、審議を中身の議論をすることなくね、審議拒否して、でその今国会で審議をさせなかったことをね、胸張ってるのはね、どう考えてもバカなことやなと思いますね。で、被災者の支援、被災地の支援についても、要はやはりここは政府にね、できるだけ、被災地への支援のね、能力を割いてもらう、もうそこに集中してもらうと。今政府批判してもね、これね、被災者のためにはなりませんよ。そういうことを考えると、こんな考えやなとは思いますね。これはやっぱり被災地支援なんていうのは、野党、我々も含めてね、野党という政党では 何もできないんです。これやっぱり行政を権限を持ってる側が、その権限を行使して
被災地の支援をする。まあ当たり前の話でね、そんな時に政府を上げ足取って批判して、被災地の方々の思いを考えたらね、もう今言うべきことなのかと、もうアホなこと言わんといてよという話になると思う。だから人に向けてアホやバカや言うのはね、これはもうダメですよ。でもやってることはねおかしいよというのはね、別に僕は何のもんでもないと思う。やってることおかしいことはおかしい、政治家として言うべきやと思うしね。だからそういう意味でね、足立議員はちょっと言葉の使い方、人に向けて言うんじゃなくて、そういうバカなことはやめなさいと、まあ、アホな考えももう横に置いて、今は被災地のためにもう政府を支えていくぐらいの努力が野党に必要だというのは僕は合ってると思います。じゃあ今としようとしている内容自体は間違いではなくて、表現が不適切である、言い方が不適切ですね、言う相手、それはそうでしょう。今上げ足取って支援をしている被災地、支援している政府を叩いても仕方がないでしょう。これ今は一人でも多くの人の命を助けることと、要は復興に向けて、被災地を支援していく、この権限は政府にしかないわけです。僕も我々も大阪府として支援してますけど、これ大阪府の支援というのは政府の要請を受けて、そして、僕自身がガバナンスを利かして、職員に指示を出していくわけですよ。そんな時に批判してもね、要は足を引っ張ることをしても、被災地のためにはなりません。それをやること自体、そういう行為をすること自体はまあアホな考えやなというのは普通の話だと思います。まあ、どちらにしてもそのおかしいということを言おうとされているということですけども、まあまあ、それにしてもその被災地から望まれているようなその議論ではないのかなという気もします。いや、だから被災地支援やってる政府を、まあ、足止めをするようなね、足を引っ張るようなまあことはやめなさいということです。だから被災地から見ると、とにかくもう与野党なく被災地支援に、こう没頭してほしい、もうこういうことだと思うし、でこれは僕はまあ政府の要請を受けて地方政府の長補としてね、被災地支援に全力を尽くしているわけなんでね、その権限のある、行政を司っている、その、政府をこれ今批判しても、これよ被災者のためにはなりません。幹事長から注意というのは、正式な厳重注意とかそういう処分に当たるのか、口頭で注意を与えるということですか。もうまず口頭で注意です。ただ厳重に口頭で注意です。もうとにかく人に向けてね、アホバカはダメですよ。いやでもやってることがおかしいということはやっぱり言うべきだと思いますね。党としての処分ということで、はい、幹事長の厳重注意です。まあ2度目なんでね、国会法に照らし合わすと侮辱になるということでしょ。だからそれはダメだよということです。いや、昨日中にやってるんじゃないですか。なんだかんだ言って維新、これで、また注目されてしまってですね、都道府県への影響というのもより考えてますでしょうか。まあ、それはいろいろとご批判もあるでしょう。でも、民進党のやってることがおかしいからおかしいと言ってるということを、そういうふうに受け取ってもらえる方もあると思います。兵庫の決起大会等々あるんでね、そこはちょっと役割分担してやります。今日程調整中です。いろいろでは終了いたします。ありがとうございました。支援というのは政府の要請を受けて
そして、僕自身がガバナンスを利かして、職員に指示を出していくわけですよ。そんな時に批判してもね、要は足を引っ張る、ことをしても、被災地のためにはなりません。それをやること自体、そういう行為をすること自体は、まあ、アホな考えやなというのは普通の話だと思います。まあ、どちらにしてもそのおかしいということを言おうとされているということですけども、まあまあ、それにしてもその被災地から望まれているようなその議論ではないのかなという気もします。いや、だから被災地支援やってる政府を、まあ、足止めをするようなね、足を引っ張るような、まあことはやめなさいということです。だから被災地から見ると、とにかくもう与野党なく被災地支援に、こう没頭してほしい、もうこういうことだと思うし、でこれは僕は、まあ、政府の要請を受けて地方政府の長補としてね、被災地支援に全力を尽くしているわけなんでね、その権限のある、行政を司っている、その政府をこれ今批判しても、これよ、被災者のためにはなりません。その幹事長から注意というのは、その正式な厳重注意とか、そういう一部は民進党の熊本地震と大阪維新の足立議員の発言で、二部は大阪府知事の民主党に対する発言です。その他ありますか。はい、どうぞ。西日新聞の意見と申しますけれども、熊本の地震になりますが、松本副大臣、西日対策本部長だった松本副大臣が、テレビ会見の場で、自らの分も含めた食料の差し入れを求めたんですけれども、この行動の行為ですが、是非については、どのように経験のない人を現地対策本部長に送って、結果的に被災者や熊本県にご迷惑をかけただけだと思いますから、そういう人間を派遣した人選ミスだと思いますね。我々の時も本当に大変だったんですけど、我々は実は私自身も、まあ、石巻の人間だから、被災地にやっぱり派遣する時というのは、そういう地元よく分かって、地元の皆さんもこの人ならばっていう人をやっぱり派遣すべきであって、まして震災や危機対応の経験のない若い自民党の議員が行ったって、なかなかそう簡単なことじゃないんじゃないですか。どうも聞いてると、そういう点では熊本県庁の皆さんもそうですし、政府の窓口としては不適切な人材だったんじゃないかと思いますよね。起こって最初の1週間とても重要だからね。その時にそんなことを今振り返って批判されるようなこと自体がやっぱり情けないと思いますね。当たるような発言を慎むようにと、いうことで、幹事長から、言ってもらうように注意してもらうように言いましたけど、まあね、まあ人に向かってバカやアホや言うたらね、これはもうね、ダメですよ。もうアホ言うもんがアホやと言い返されます。ただまあ民進党がやってるのはね、本当にバカなことを言わはるなとか、バカなことをされてるなというのは思いますよ。まあTPP のね、審議を中身の議論をすることなくね、審議拒否して、でその今国会で審議をさせなかったことをね、胸張ってるのはね、どう考えてもバカなことやなと思いますね。で、被災者の支援、被災地の支援についても要はやはりここは政府にね、できるだけ被災地への支援のね、能力を割いてもらう、もうそこに集中してもらうと。今政府批判してもね、これね、被災者のためにはなりませんよ。そういうことを考えると、まあこんな考えやなとは思いますね。これはやっぱり被災地支援なんていうのは、野党、我々も含めてね、野党という政党では 何もできないんです。これやっぱり行政を権限を持ってる側がその権限を行使して被災地の支援をする、
まあ、当たり前の話でね、そんな時に、政府を上げ足取って批判して、被災地の、方々の、思いを考えたらね、もう今言うべきことなのかと、もうアホなこと言わんといてよという話になると思う。だから人に向けてアホやバカや言うのはね、これはもうダメですよ。でもやってることはね、おかしいよというのはね、別に僕は何のもんでもないと思う。やってることおかしいことはおかしい、政治家として言うべきやと思うしね。だからそういう意味でね、足立議員はちょっと言葉の使い方、人に向けて言うんじゃなくて、そういうバカなことはやめなさいと、まあ、アホな考えももう横に置いて、今は被災地のために、もう政府を、支えていくぐらいの努力が野党に必要やというのは僕は合ってると思います。じゃあ今としようとしている内容自体は間違いではなくて、表現が不適切である、言い方が不適切ですね、言う相手も、それはそうでしょう。今上げ足取って、支援をしている被災地、支援している政府を叩いても仕方がないでしょう。これ今は一人でも多くの人の命を助けることと、要は復興に向けて、被災地を支援していく、この権限は政府にしかないわけです。僕も我々も大阪府として支援してますけど、これ大阪府の、まあ、この議員は再三そういうことをやってるんで、大阪維新という政党がまずそういう言動をどう判断するかじゃないですか。懲罰にかけてますんで、その取り扱いについても真剣に来週はやらないといけないと思ってますが、まず所属している政党がきちっとそのことを大変申し訳ないとか、いやそれはそんなことやるのは当たり前だとどう思うかが問題なんで、その判断を待ちたいと思いますけども、それはそれとして、常識的な対応をちゃんとなさった方がいいかなと思いますね。片山さん以下、このところの言動は目に余りますんで、これ以外のことも含めて常識のない政党だと思われるのは損じゃないですかと思いますよ。よろしいですか。はい、幹事長の方に、まあ、不適切というかね、侮辱に。